はい、サイクリスト編集部の松尾修作です。今日は、ね、本当に楽しみなバイクを、個人的にも楽しみだったバイクを紹介したいと思います。こちら、スペシャライズドの S ワークスターマック SL7 フラッグシップモデルですね。こちらをインプレッションでお届けしてまいりたいと思います。はい、ということで新しくなったターマック SL7 なんですけども、何が変わったかというと、軽さに加えてベンジ譲りのエアロ性能が加わりました。まあ、ベンジというと、まあ、僕も実は持ってるんですけども、まあ、本当に空気抵抗がない、本当にもうね、壁、空気の壁を感じないぐらいにもうバーって速度乗ったら走っていってしまう。そして加速性能もいいし、そして軽量であると、まあ、エアロロードの中では軽量であるといった、まあ、ベンジの特性があったわけで、一方ターマックっていう、まあ、軽量バイクがもともと SL6 ですね、あったんですね。エアロロードか、クライミングバイクかどちらかを選ばなければいけないっていう時点で、妥協が生まれてるんじゃないかというのがスペシャライズの考えなんですね。まあ、そこを両方とも兼ね備えた、いいところを兼ね備えたバイクっていうところで、この SL7 が出来上がったということなんですね。まあ、軽さの面で言います と、56サイズ、サイズ56でペイント込みで 800g、 めちゃくちゃ軽いです。で、まあ、カーボン自体は一番上のモデルのファクト 12R っていう、カーボンをフレームに使っています。先ほどもお話ししたこのハンドル周りなんですけども、ディティールを説明すると、まあ、ステムがターマックのステムになってます。はい。で、ハンドルは、エアロフライがこの S ワークスの、完成車の場合は、ついています。もちろん、ケーブルのルーティングは全部ハンドルの中を通り、ステムの中を通ってフレームとつながる完全に内装された、システムになってます。はい。リアに目を移すとですね、ジャンクションがここですね。ここに。位置してますね。この出っ張りはジャンクションの部分となってます。で、まあ、シートポスト自体もエアロ形状なんですけども、まあ、ベンジと比べるとやはり、細くなってよりターマックの方に寄ったような、形となってますね。で、この辺りがちょっとこうベンジを彷彿させるような、デザインとなっていて、まあ、空気抵抗をとても意識したようなデザインになってます。非常にこうスタイリッシュな、まあ、後ろから見ても、ね、すごい薄い、まあ、空気抵抗を感じさせないような作りになっているのが特徴です。はい、ということで非常にこう、楽しみなバイクなんですけども、これからしっかりと、パワーかけて踏んでみて、試してみたいと思います。行ってきます。注目度の高いターマック SL7 ですが、走りは予想を裏切らないまさに次世代スペックと呼べるに、ふさわしい、走りを発揮しました。乗った瞬間のファーストコンタクト時には意外にもソフトだなという印象を、受けたこと、比較対象として僕も持っている、まあ、ベンジを挙げさせていただくんですけども、こう塊感と呼べるような、まあ、一体感、まあ、しっかりとした剛性があって、まあ、パワーをかけると弾けるような加速と、伸びを見せるんですけども、一方でターマック SL7 は各チューブのしなりをこう感じられるようなある種の繊細さがあって、カチカチというような、印象は、ありませんでした。まあ、実重量の、軽量さが現れていたのかなというふうに思います。まあ、しかしですね、そこから出力をかけていくと、また違う顔を、見せます。各チューブの一体感がビシッと高まって、パワーをかけるたびに水を得た魚のように生き生きとし始めるんですね。まあ、持っても軽かった重量以上の軽さが乗ってもありまして、まあ、個人的な、計測区間のベストタイムを、実際に出すこともできました。本当に、乗ってからの、軽さというものは、特筆すべきものがあったかなというふうに思います。出力をかけてからの機敏な動きはベンジ以上だったかなという印象も受けました。特筆すべきはそのハンドリングで、緩いコーナーではその R に沿った、安定感のあるハンドリングを、発揮して、回り込むようなカーブだと、まあ、切れ込むように、頭が向く、まあ、回答性ですね。まあ、そんな、乗り手の思い通りに、進んで、舵を切っていけるような、ハンドリングがありました。まあ、ベンジだと相当な速度を出していた時に、怖いと感じさせない、まあ、ある種の怖さもあったんですけども、ターマックはよりニュートラルで、挙動も分かりやすいかなというふうに感じました。まあ、実際の動きも軽く、剛性 もう十分、速度に乗ってからの巡航性能も高く、まさにスーパー万能マシンと呼べるようなレーシングバイクです。ターマック SL7 なんですけど、走った感想はさっきお話しした通り、もう本当に、速くて軽くて、まあ、どこでも使えるって、まあ、本当にベタな説明になっちゃうんですけど、どこでも速いです。もう
レースではもうピカイチの性能を発揮すると思います。特に日本のレースって本当アップダウンが多いレースが多いと思うんですよね。そういったところで必ずこの軽さと硬さ、踏んだ先にある硬さですね、それは生きてくるかなというふうに思います。あとお話した通り、とっても扱いやすいんですよね。まあ、ハンドリングマシンだっていうふうにして、まあ、あのスペシャライズとかも発表してますけども、本当癖がないし、もう何でしょうね、ビギナーの人でも本当に全然いけると思います。あのハイエンドだからといって特に力む必要はなくて、どんな方でも乗りこなせられるような、その良さを分かっていただけるような、そんなバイクかなというふうに、思いました。今回試したのは S ワークスっていう最上級グレードなんですけども、実は今回その下にも、グレードが出てるんですね。完成車なんですけども、プロというモデルと、あとホイールがもう少し価格が抑えられたホイールがついた、完成車のエキスパートというモデルが出ていて、それはフレームの素材が少し違っていて、ファクト12R ではなくて、10R っていう、少しグレードを下げた素材なんですけども、そちらもちょっとね、あの気になるので、ぜひ今度試してみたいなと思います。その際はこちらのコーナーで、バイクインプレコーナーで、あのご紹介したいなというふうに思いますので、ぜひその時もお楽しみにしていただければなと思います。ということで、スペシャライズド S ワークスターマック SL7、こちらのインプレッションをお届けしてまいりました。ありがとうございました。